長岡市幸町にあるパーートナーズプラザここでは中小企業をサポートする税理士弁護士司法書士中小企業診断士社会保険労務士などのほかデザイン企業も加わり企業の経営者をサポートするための業務が行われています。企業の力今回は新春特別編と題し 各分野で活躍している専門家の皆さんに今年注目のキーワードを伺います番組の進行役はパートナーズプロジェクトの藤井秀夫さんです専門家の皆さんがそれぞれの目線で語る2024年とはどうぞ最後までお見逃しなくはじめにお話を伺うのは税理士 矯正書士などの専門家が集まる株式会社パートナーズプロジェクトの高野博樹さんです。それでは今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそ、えー。専門家の考えるキーワードということで、うんえー、皆さんにお願いしているんですが、高野さんの考える2024年のキーワードを教えていただきたいと思います。そうですね。今年はなんといったってね、はい、これでしょう。ちょっと私が書いてみました。はい。何と読めるか読めるか読めるかわかりますか？ ででしょう何でしょょうう <laughs> <ウ>あの総称天書というかね、えー、あのはんこ 私はあのあの天国っていうことをこうやるんですけどハんこを作るんですけどその時の字なんですけどこ,こマジックで書いたらちょっとねあばら骨だらけの竜みたいな、ね、線が細くて <laughs> すいません元の元のを見せるとね元はこういうやつなんですけどねこれを真似して、えー、書いたんですがちょっとあばら骨で弱いなと思ったんですね。 なぜこれを龍、はいうん、っていうのはですね、えー、まあ架空の動物といえば動物なんですけども、えー、え実は、えー、と竜巻あの、はい、海の中に竜巻があって海水がずっと空に引っ張り上げる、はい、あの様子を見て、えー、とあれがまさに龍だと、うん、こういった言葉ができたと言われてますね。うん、えまあそれで ちょっと私私が絵絵を描いてみました、はい、私の絵です <laughs>、まあ、水,面水面があってね、えーえー、そこにこう竜巻がグーッとって、えー、上空にこう持ち上がっていくて、はい、このイメージがまさに今の時代なんじゃないかな、はい、これはどういうことかというと、えー、下の水面っていうのが今我々がいるとこで、はいえー、その水面の中で、えーとまあ、今まで幸せに生活してきたっていうか、えー、その世界でやってきたんだだからそこに竜巻が起きたこの竜巻は何だかというとインターネットです。えー、インターーネットがとと入ってきたこと でグーッと上空に持ち上げられてこ、うん、これでこの上の方ここなんだ、えー、クラウドね<ー>、空ですよ、はい、クラウド、うん、クラウドの中はどうなってるか下から見えません,うん、うん、だけど中はどうなってるかというと、AI、生成 AI だとか、うん、チャット GPT だなんだとか、うん、出てますねうん、うん、それからメタバースだとか、こういうことがどんどん,どん,どん,どん中で起きている。 これは中にに入っていっていい上に行かないかななとわらだから、うん、あの水面のとこにいる限りは見えないだから我々はここにいたんじゃダメなんですよ、うん、インターネットというものを使ってどん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 中に入っていかないと、えー、これからの時代の中で何が起きてるか、えー、それが見えないですよだから今コロナ後今何するべきかって上に行きましょう、うん、この中でもって新しい世界を体験していきましょうそれを取り入れるものはどんどん取り入れてそれがそのうちぐるぐるぐるっとまた回ってくる可能性がありますけどそれともあなたは余計なことしないで水面の中でもってじーっと してるるんんでですすかか竜巻通の待ついやーそれだとあなたは置いていけぼりになりますよねもう竜巻もどんどん動いてきますよ、えー、どんどん行きましょうよと、まあ、そういうことをね、えー、イメージして。 <laughs> もうちょっと力強いのが欲しいんですけどね、まあそういういことですね非常にこう分かりやすい、ね、あの例えだったかなと思います、うん、その上空の方は、もう目まぐるしく変わってるととんでもない、もう雷もばん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 来てるかもしれませんね、だ,からだけど、その中に入っていかなきゃ分からない、だから今ですよ、今やらないと、えー、どん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 差がつきますよ、ましてや地方の人間はなおさらですよということをね、そして何かご自身の抱負、どうぞございますか、うん、なぜ銃を選んだか。えー 竜は竜、竜、竜は今年のエトですからね。はい、え、私のエト<あ>いうことです。のなるほど。<laughs> だからこの竜のように、まあ龍のように、え、どん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  A I なり、あのメタバースなり、いろいろのところにどん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 トライしていきたいなとそんなふうに思ってます。はい、どうもありがとうございました。はい、今はいろいろお聞きでき,できました。ありがとうございました。はい。続いてのご登場は不動産登記や。 商業登記などさまざまな登記業務を手掛ける司法書士法人長谷川合同事務所の長谷川寛さんですそれでは今日はよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、長谷川さんの考える2024年のキーワードを教えていただきたいんですがはい私は考えた2024年のキーワードはいよいよスタートです はいいよいよスタートということですが何がスタートするんでしょう、はいえー、実は去年から相続で取得したあ土地の国への、はいまあ、預ける国庫帰属制度というものがスタートしていたんですね。えーはい、これはあの自分が相続で取得した土地をもう自分では管理ができないので、えー、ある程度お金を払って国に帰属させようという制度だったんです。はい、ただ ああちょっとハードルは高くてなかなか使い勝手が良くないようであまり使われてないそうですね私のところでも相談はありましたけれども実際申し出をしたケースはありませんでしたはいでもう一個スタートするっていうのは今年の4月1日から相続登記の義務化こういう制度がスタートします義務化なんですねはい。 この義務化の制度というのは法務局でもよく周知してますので皆さん聞いたことを見たことがあると思うんですけれども相続で取得した土地最近は田舎の土地なんてもういらないよ管理ができない自分はもらわなくていいよというケースが非常に増えてきてその土地の面積を合わせてみたら九州,九州の大きさあのぐらいだった ともう何代も前っていうやつですよね。でまああの東北の地震の時に復興作業をしようとして土地の収容ですとか宅地の造成をしようといった時に今の所有者が誰なのか全然分からない収容ができない造成ができないそういった困った事態が発生しまして。 それではダメだということで相続登記の義務化というのが検討されてきましたそうすると今年からの相続は要注意ってこう考えればいいんですかそうですね今年からの相続もちろんそうですし実はこの制度今年の4月1日から始まりますけれども、はい、それより前に相続が発生していた土地についても適用がされます過去の分についても、ね、ということですねただあすぐにというわけではないので3年間の猶予がありましたり、えー、まあ。 相続登記がどうしてもできないっていう特別な事情があれば、まあ、義務化のちょっと義務をね少し先延ばしにするということもできる制度もありますのでそのような相談は司法書士の方に 相談してもらえればと思います。はい、相続登記の義務化がいよいよスタートという話でした。はい、長谷川さん個人の抱負ですとか何か思いはありますか。そうですね。えー、まあいつも持ってるんですけれども、えー、まあ自然災害だったり戦争、去年は戦争がね世界でありましたけれども。 そんなことになると日常が一変で変わってしまいます。はい、普段できること、普段通りにできることが一番ありがたいのかなと思いますので、感謝の気持ちを忘れずに2024年は過ごしていきたいと思います。感謝ということですね。はい、はい。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。続いて創業や事業の承継など。 三つの分野に特化してワンストップで相談に対応する創業、承継、M&A の相談センターの清水正康さんですそれでは今日はよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします、えー、清水さんの考える今年のキーワードを教えていただきたいんですがはい、私の思う今年のキーワードはこちら、人間力はい、えー、人間力という,こう力強い文字をいただきましたけどもこれどういうことなんでしょう はい、えー、昨年度はやっぱりそのチャット型の AI とか、えー、生成 AI 藤士さんもずいぶん使ってたみたいですけれども、はいえー、そういった技術が非常に発展した1年だったかなというふうに思ってます、はい、でそんな中で今年この人間力というキーワードを挙げさせてもらったんですがひ、まあ、一言で言えば人としての資質や能力ということになります。はい で今の時代、やっさまざまな情報を瞬時に入手することができますし、うん、それを逆に不特定多数の人に発信もすることができるで得た情報をさらにその加工する作業とかも人間からどんどん自動化していくということで、はい、まあこういった技術、もちろんこれからのビジネスシーンの中で必要不可欠になることは間違いないとは思ってはいます。たただ反面です、ね、こういった技術が進進めば進むほど我々自分で考えるとか、はい 自己分析する、うん、それからいろんな人と触れ合うことによってその社会的問題に関心を持つと、はい、こういう能力が低下して結果、人間力に影響を及ぼすすすかかななとと低下するんじゃないかとそうですね今、私が言っている人間力というのは何も視覚とか職歴といったあの形式面ではなくて、うん、ものの価値観とかその人格といった内面の部分になります。うんはい でですのでそのそ情報の収集とか合理化だけをこう求めていくとその我々自身もなんかこうロボットみたいになっちゃうんじゃないかなということで AI と共存しながら内面を磨いていくというのが重要かなと思ってます、うん、何かこう仕事をしていく中でそそれを感じるるところってあるんですかそうですすかうねちょうど昨年の末に M&A とか事業承継をやっていく中で。あの 私、要だ段してるときはやっぱりあの法律とか財務とかそういう数字面が中心にスポットを当てられるんですけれどもそもそもその前提として今の経営者の方と後継者の方がお互い信頼して協力し合ってそして尊重し合えるそんな関係にないとやっぱりなかなかうまくいかないかなというふうに思っています、はい。でこのののの信頼っっていうははやっぱりその根底にあるのは 人間力だと思いますし今まああの承継という面で話をしましたけど、はい、これはやっぱり取引全般に及ぶ話ですしうん、うん、人と人としての個人の付き合いもそうかなというふうに思っているのでまあ今年ちょっと人間力というキーワードを挙げさせてもらいましたはいありがとうございました、はい、キーワードは人間力ということでしたけれども、えー、個人で何か抱負とございますかそうですねちょっと正直特別今年抱負というのはないんですけれども、はい、まあ実は 今日のあの収録原稿を作る時にちょうど時間に収まるように、ええ、えー AI に聞いたらですね700時から900時ぐらいといいということで<ー>あのまあ人間力と言っときながら私も AI を利用しているんですけれども <laughs>、はい、あのまあ今日のきっと私のトークは700時から900時ぐらいなのかなというふうに思ってますまあだけどももちろんご自身でもそうですね内面もあのしっかり磨いていくと,、はい、ということなんですねはい、はい、どうも今日はありがとうございましたはいありがとうございました。 続いて、税理士、司法書士、社会保険労務士など、各分野の専門家と連携して、法律問題の解決に努める、砂山法律事務所の砂山雅人さんです。それでは今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。専門家の考えるキーワードということで、えー、今年のキーワードをお話しいただきたいと思うんですが。はい。私の考える今年のキーワードは、えー、脱マニュアルです。 はい脱マニュアルというキーワード、これはどういう意味なんでしょうはい、えー、最近ですね、AI、えー、皆さん好きなあのチャット GPT も発達しまして、はいまあ、インターネットの検索も含めて、自分の知りたい答えというのは、もう調べればすぐ分かってしまう、はい、そういう時代になりました、まあ。それも使えなくて、答えが見つからないより、すぐ答えが見つかるってことはとても大事だと思うんですけれども。うん そのの答えが本当に合っているのか、はい、なんでそうなったのかそこをこう思考を放棄して答えに飛びついてしまうと、うん、もう先がなくてです、ねはい、幅が狭くなってしまうとそこをやめましょうという内容になっておりますそのマニュアルと今答えというのはどう関連付けられているんですかあ、まあ、私の中ではマニュアルイコール答えと考えておりまして答えとすればおおむね多数派が考える妥当な答えなんでしょうけれども。 それを調べて信用するってだけでは、はい、もうみんなできることですから、ええ、差がつきませんし、はい、でなんでそうなるのか分からなくなってしまうと、うん、もうすでにこう AI の言いなりというかなるほど、はい、でこう例えばあの弁護士も使用試験、ええ、全部の法律を暗記してるんですねと聞かれることがあるんですが、はい、まあ暗記大会じゃなくてですね、ええ、もうあの六法全書とかすでに AI やコンピューターには負けちゃいますから。はいただ 弁護士はその法律の使い方を学んでいてこういう事案の時にはあのこの法律を使うと、はい、そ,そこを訓練しているから弁護士できるのであってでそれはこの AI の答えを覚えるだけじゃなくてなんでそうなるのかという,、うん、こう筋だったり理論だったり思思考が大事だだととといいうことだと思いますそれはつまりこう、裏取りだとか経験だとかそういうあたりなんでしょうかそうですね、その裏取り、経験というのも、えー、まあ結局はいろんな理論の詰めかせだと思うんですね。えーえー まあ順番が積み重なっていて、うん、でそれが経験だったり裏取りだったり、うん、まあもっとちゃんとした根拠となる本を読んでいたり、ええ、でそういうのが積み重なってこないと例えば AI で出てきた答えからちょっとずれてしまうと、ええ、う応用が途端にきかなくなってしまう、うん、自分で考えていれば応用アドリブも聞きますし、まあ、ちょっと足りないものも分かりますし、まあ、その幅を出していくためには、まあ、あのちゃんと考えることを放棄しないで、はい、え常にこう どうしてかってことは考え続けていきたいってところだと思いますね。何かいい対策というかこういうあのアドバイスありますか。はい。まあそれはそのやっぱり答えが出たときに、はな、い、んでだろうと、いうのは常に忘れないでもらいたいですし、えーうん、でただ一般の方が考えて分からなかったら、まあ税理士、はい、弁護士、中小企業診断士のような専門家に相談していただきたいと思っておりますし、うん、でさらに経営者向けの勉強会にあればなるべく の新しいテーマを常に勉強会に出て、ええ、あの顔を磨いてもらいたいと思います。はい、で、また、あの人間同士のコミュニケーションも大事ですので、え何、ー、でしょう？例えば従業員であったり、はい、えー、あの同僚であったり、仲間であったり、コミュニケーションの力も磨き続けてもらいたいと思います。はい、ありがとうございました。えー、ご自身の何か抱負とございますか？はいまあ、途中も出てきました。けれども。ええ もう単純な答えであれば、はい、まあ正直、もう AI に弁護士も負ける部分もだいぶございます、えーはい、もう簡単な答えだけであれば、はい、ただ、そこでとどまらず差がつくようにですね計算を続けて、えー、中身がある自主的な答えを出せるようにどんどん計算していきたいと思っておりります、はい、今日どうもありがとうございました、えー、ありがとうは創業や事業の承継。 組織の再編成支援、経営の改善など幅広い分野でアドバイスを行う地元中小企業のサポーターパートナーズプロジェクト税理士法人の野沢和也さんですそれでは今日はよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、専門家の考えるキーワードということで、えー、野沢さんが考える2024年のキーワードをお聞かせいただきたいんですがはい、私が考える今年のキーワードはこちらです コミュニケーション、はい、コミュニケーションというのは今回、どのような意味でこのキーワーワドなんでしょう、はいえー、誰かとコミュニケーションを取るときにスマホの SNS 等が広がってきたことによって世界中のいろんな方とすごくつながりが作りやすい環境になったなと思ってはあるんですけれども、はい、まそれと同時に一人一人との関係ってちょっとこう薄くなっているような気もしているんですね。 ですけれどもあの例えば私たちの仕事で例えますとお客様としっかりコミュニケーションを取ることによってたくさんの宝物をもらえるのかなと思っております。宝物はいそうですねあの、まあ、やっぱりお客様は日々の例えば我々は経営者に会うことが多いんですけども、えー、まあ経営の中でのお悩み、えーえー、自分で作ったお悩みそして自分で解決した出来事いろんなお話をしてくださるんですけども。 それはやっぱり地域でそこの地域で生まれたお悩みであるので、うん、その悩みをちょっと工夫してあげると他のお客様にとってもとてもありがたいヒントになったり、うん、そしてさらに工夫するともしかしたら地域全体が盛り上がるようなヒントになったりそんな宝物をコミュニケーションを取ることによってお客様から頂けているなと感じております。 同じここう悩みで得るってこと結構ありますよねそうなんですよねあの一つ聞いたお悩みが、うん、もう次々に次いったお客さんでまた次いったお客さんでってこう、うん、皆さん同じ悩みを持っていることがあって、まあ、当然守秘義務に触れるようであればそれはお伝えできないんですけども、はい、まあそこの問題がない範囲で、えー、できれば皆さんにこうどんどん盛り上がっていっていただけるとありがたいなと思っています。 そしてそんなきっかけをくださるのは、やっぱりそのコミュニケーション、密接なコミュニケーション、あの書類だけ預かって、うんはい、帳面をつけるという活動ではなくて、しっかりお客様のお話に耳を傾けて、一緒になって考える、こういうのがあのすごく大切なんだなと思いまして、え今年のキーワードとさせていただきました。はい、いありがとうございます。 コミュニケーションというキーワードをいただいたわけですが、はい、野澤さん自身、今年何かこうやりたいことですか抱負ございますすかあそうですねあの私個人のコミュニケーションとしても Z 世代の方との価値観の違いを感じることがたびたびありましてそれをコミュニケーションで鑑賞していきたいというのもあるんですが、ええ、一番のキーワードとしましては、まあ、生成 AI を仕事のパートナーにできたらいいなと思っております。 あのチャット GPT とかですね、えー、非常にあの新聞報道等でも磨けること多いんですけれどもまだ私触ったことがある程度で、うん、本当に仕事のパートナーにはできていない、はい、なので今年はもうベストパートナーを見つけてどんどんこう、まあ、触れ合っていくというんですかね、えー、使っていってみたいなと思っておるんですが、はい、ただ一つちょっと大きな方が立ちはだかっておりまして。はい、何でしょう チャット GPT はですね実はクレジットカードがないと、ええ、あの決済ができないので、ええ、有料のものを使えないんですけども、ええ、私、まだそのクレジットカードを持っていない状況にございます<え> <laughs> クレジットカード今、ネットで何するにしてもクレジットカードの登録が、ねはい、必要ですよねですのでまずはその目の前の小さな壁かもしれないんですけど、ええ、クレジットカードを作るというお許しを。 妻からもらうところから始めていきたいと思いますコミュニケーションですねそうですね <laughs> はい、はい、えー、いろいろ聞いてきましたけどぜひ頑張っていただきたいと思いますらはら、い、ありがとうございましたありがとうございました各分野の専門家の皆さんからいただいた2024年のキーワードいかがでしたか昨年は AI が大きな影響を与えた一年でした専門家の皆さんも AI に注目しながら私たち人間が AI とどう関わるかお話ししてくださいましたね今回は企業の力新春特別編前編をお送りしましまた後編も専門家の皆さんから2024年のキーワードを伺います。